ヤーコップ・ファン・ドイス・ダールは17世紀のオランダの画家。近年のオランダ語の発音ではラウス・ダールと表記される。ワイク・バイ・ドゥールステーでの風車1675路、アムステルダム国立美術館レンブラントやフェルメールが活躍した17世紀はオランダ絵画の黄金時代と言われ、他にも多くの優れた画家が輩出した。こうしたオランダ絵画の黄金時代において、 最も重要な風景画家とみなされるのが、ヤーコップ・ファン・ロイス・ダールである。彼は1628年から1629年頃、ハールレムに歌唱見学縁職人の子として生まれる。叔父のサロモン・ファン・ロイス・ダールも風景画家であり、ヤーコップもその影響を受けている。ヤーコップは1648年には、ハールレムの画家組合に登録しており、この頃には、 修行を終えて独立していたとみられる。1650年から1655年にかけて、オランダ各地及びドイツを遍歴して、各地で制作。1656年には、活動拠点をアムステルダムに移している。ロイスダールは、森林、海岸、田舎道など様々な風景を描いているが、国土が平坦で、起伏の少ないオランダの風景においては、 必然的に空と雲が重要な要素になる。彼の風景画は、地平線を低めにとって、様々な空と雲の表情を描写し、光と大気の効果を追求したものが多い。彼の弟子や追随者は多く、有名なミッテルハルニスの、並木道を描いたメインデルトホッベマも、彼の弟子である。17世紀オランダ絵画の特色の一つは、風俗が風景画、生物があるいは、 教会の内部をもっぱら描いた画家など、画家によって専門分野が分かれていたことである。西洋絵画史においては、風景画は歴史画や肖像画に比べて伝統的に一段低い位置に置かれていた。独立したジャンルとしての風景画の成立は17世紀オランダに始まると言ってよい。17世紀のオランダにおいて、風景画が栄えた背景には市民階級の勃興がある。 カトリックのスペインの支配から独立を果たし、プロテスタントの共和国であった当時のオランダにおいては、海外貿易による富を背景として富裕な中山市民層が勃興した。教会や大貴族に代わって新たな絵画の注文主、教授者となった中山市民階級の家屋を飾るにふさわしい絵画とは、大画面の宗教画や歴史画よりは、より小規模な風俗が、生物画、 風景画などであったろう。ベルトハイム城1653年ダブリン、ナショナルギャラリー。ありがとうございます。